マンゴスツブテレジは南アフリカ共和国の政治家。ズールー人の指導者として1975年にインカタジウ党島を設立し、1994年までクワズールーホームランドの首相の地位にあった。その後、1994年から2004年にかけては南アフリカ共和国政府の内相の座にあった。彼はしばしばシャンジと呼ばれることがあるが、 これは、ブテレジ一族における継承の一つである。アパルト兵時の大半を通じて、ブテレジは最も重要な黒人指導者の一人とみなされていた。彼は1974年に、ハリー・シュワルツと画期的なマハラバティに宣言に署名するなど、南アフリカの人種紛争に対する解決策の、 枠組みを作成する上で重要な役割を果たしたが、反共主義派の立場を取ったため要求的なアフリカ民族会議と激しく対立した。1990年代初頭の民主、南アフリカ会議において、彼はインカタジー党を代表して交渉に参加したが、合意にしばしば否定的な態度を示し、全人種選挙への参加決定は選挙直前にまでずれ込んだ。 1994年4月19日にブテレジは選挙参加に合意し、これによって全人種選挙は全有力政治勢力の参加するものとなった。1994年4月26日から29日の全人種選挙で、インカタは3位につけ、ブテレジは IFP を率いて、ネルソン・マンデラが率いる国家統一政府に参加し、彼自身は内務大臣を務めた。 2004年に連立を離脱した後も、彼は IFP のトーク日の座を維持し続け、2014年の総選挙においてもその地位を維持した。2019年1月20日、ブテレジはインカタ自由党の次期党首選に出馬しないことを表明し、党は第35回全国総会において、彼の後継者としてバレンコシーにラビッサを選出した。 ブテレジは1928年8月27日に、クワズールーのマスリバティニーで、マットホールブーテレージー族長と、ズールオー王ソロモンケーデンナズルの妹である孫も、ケーデンナズルの間に生まれた。彼は、ノンゴマのマハシニにあるインクミランガ小学校で1933年から1943年まで、教育を受けた後、アマンスムトティにある、 アダムズ・カレッジで1944年から1947年まで学んだ。その後ブテレジは1948年にフォートヘア大学へと進学し、1950年まで学んだ。ここで彼はアフリカ民族会議青年連盟に参加し、ロバート・ムガベやロバート・ソブクユへと交流を持った。しかし彼は学生のボイコット運動によって方向処分となり、後に ナタール大学で学位を取得することとなった。ブテレジは1953年に大部族であるブテレジ族の主張を継承し、その後現在までその地位にある。彼は1963年から1964年にかけてロルクズ・ドリフトの戦いを描いたマイケル・ケインとスタンリー・ベイカー主演の映画ズール戦争のアドバイザーを務めた。また彼自身も映画に出演し、 彼の高祖父である、セテワヨカムパンデを演じた。ズールー人内の大部族の族長であり、また、ズールーをグッドウィルズ割り気に壁クズールーのおじにあたる、ことからブテレジは、ズールー人の中で頭角を表していき、1970年には、クワズールー自治区の指導者に任命され、1976年には、クワズールーホームランドの首相に就任した。 1970年代に起こった黒人意識運動はブテレジの強い反共主義のため彼をアパルトヘイトの協力者とみなした。一方でブテレジはネルソン・マンデラが刑務所から釈放されアフリカ民族会議の活動禁止が解除されるまで一貫してクワズールーの独立とそれに伴う政治的取引を拒絶し続けた。当時南アフリカ政府はホームランドの 独立を強力に推進していたが、ブテレジは、ズールー人は、南アフリカ市民であるとしてこの動きを拒絶した。クワズールーの内政面においては、ブテレジは、中央政府から、多額の補助金を獲得することに力を注いだ。この補助金は主に老齢年金の形をとっており、ブテレジはこの年金の分配を差配することで、クワズールー内における自らの政治的、 影響力をより強めていった。一方で、1974年から1975年にかけてのクワズール政府予算は、自己予算がわずか19.7%に過ぎず、80%以上が南アフリカからの補助金によって占められるなど、この政策は南アフリカ中央政府への過度の財政依存を招いた。教育方面においては、 彼は1970年代後半から1980年代初期にかけて教師養成及び看護大学の設立に尽力した。また彼は友人のハリーオッペンハイマーに依頼してダーバンの南にあるウムラジにマンゴスツ技術大学を設立させた。1993年に彼はナタール議会において行った演説において世界最長のスピーチの記録を樹立した。 1974年1月4日、南アフリカの左派政党である連合党のハリー・シュワルツはブテレジと会談し、マハラバティに宣言に署名した。彼らは南アフリカの人種的平和のための古典計画に同意した。この宣言の目的は南アフリカ政府に人種間の平和のための構想を提供することだった。この宣言ではべての人を対象とした交渉により、 人権を保障する憲法の作成を目指し、そのために連邦制の導入が適切であることを示唆していた。また、この政治的変化は非暴力的な手段でなされなければならないことも最初に確認された。この宣言は、これらの原則を支持する黒人、白人双方の指導者による最初の合意だった。この平和的政治変化への合意は、与党国民党や、 最大解放勢力のアフリカ民族会議が平和的、解決策を施行していない時に宣言され、主に英語系のマスコミによって支持された。ボプタツワナのルーカス・マンゴーペやレボアのセドリック、パチューディ、ガザン・クルノ・ハドソン・ベンゾン・ホイージーなどいくつかのホームランドの指導者は、この宣言に支持を表明し、またアラン・ペイトンなどのリベラル派白人からも支持を受けていた。 ズールーでは1920年代、ソロモン王の知性にインカタという名の文化面での諮問機関が設立されていたものの、数年で活動を停止していた。この文化協会を復活させるよう ANC、亡命指導部の議長であるオリバー・タンボに進められた、ブテレジは1975年にインカタを再興した。この政党は当初アフリカ民族会議が開始されると、 ブテレジは、インカタ自由党の代表者として参加したものの、国民党や ANC が、中央集権体制を望んでいたのに対し、インカタは、存立基盤であるクワズールの自治権を失うわけにはいかなかったためブテレジは、地方文献的な連邦制を強行に主張し、しばしば会議から脱退した。この頃から、インカタは徐々に、コーデサ反対の姿勢を鮮明にし始め、 1992年10月には、ボプタツワナホームランドのルーカス・マンゴーペ首相や、白人右翼政党で、野党第一党である保守党のアンドリース・トリューニヒト、党首らと、有国南アフリカを結成して、コーデサの解体を要求した。1993年11月には、全人種選挙を実施するための暫定憲法が、採択されたが、ブテレジとインカタはこの案に反対し、 選挙の不参加を表明した。1994年4月に予定された前、人種選挙において、ブテレジとインカタジウ党は、不参加の立場を維持し続けたものの、3月に入ると、反対派の急戦法だった、ボプタツワナホームランドで、マンゴーペ首相が失脚したことをきっかけに、クワズールー以外の全ホームランドが、選挙参加を決定し、さらにこれを見た。 右翼恩恵派のコンスタンド・フィルーンが白人保守派政党である自由戦線を結成して選挙参加を決めたことで有力政治勢力の中で選挙否定派はブテレジ率いる因果党を残すのみとなった。ネルソン・マンデラとフレデリック・デ・クラークはズールーのグッド・ウィルズ・ワリティ・ニオーに選挙後のズール王室の特別な地位の保障を提示することで揺さぶりをかけ、 選挙反対派のブテレジと引き離そうとした。この提案はうまくいかなかったものの、この提案はズールーにとって不利なものでは全くないため、ブテレジ自身はこの提案に対し好意的だった。南アフリカ国内のほか、アメリカの元国務長官であるヘンリー・キッシンジャー及び、イギリスの元外務大臣であるピーター・キャリントンに引き入られた国際上庭団もブテレジに ボイコットの撤回と選挙参加を求めた。こうしてブテレジは4月19日のマンデラ及びデクラークとの会談においてズール王の儀式的地位の保障及びズール地域における自治強化のために外国の調停団がインカタの主張を検討することを認めさせる代わりに選挙参加を決断した。これにより南アフリカの有力政治勢力は すべて総選挙に参加することとなった。しかし、ブテレジの支持は、この時期休息に衰えており、決断はやや遅きに失していた。そのため、インカタジウ党は1994年4月26日から29日の全人種選挙において、クワズールーナタール州を除いては、わずかな票しか得られなかったが、それでも、同州では過半数の票を獲得し、 全体では10.5%の票を得て、議席数は3位につけた。暫定憲法においては5%以上の得票を得た、政党の強制連立規定が存在したため、インカタ自由党は、自動的に第1党のアフリカ民族会議及び、第2党の国民党と連立を組むこととなり、1994年5月、マンデラ大統領によってブテレジは、 国民統合政府の内務大臣に任命された。新政府成立後もブテレジは、ズールーの自治を強硬に主張し続けたが、この頃からブテレジとグッドウィル・ズウエリティニオーとの関係が悪化し始めた。1995年1月にはブテレジは、クワズールーナタール伝統市長会議の議長に選出されたが王は反対を表明し、以後ズーエリティニオーは ANC を支持することとなった。 同年2月にはブテレジは議会からインカタの議員を引き上げさせ、5月にはブテレジがズールージンに放棄を呼びかけるにまで至ったものの、以後やや状況は好転し、1996年に新憲法によって強制連立規定が解除され連立離脱が可能となった後も、インカタは連立への参加を続けた。しかし、旧トランスバール州など、 ナタール州外でのインカタ支持は早期に縮小し、また1996年のクワズールナタール州の地方選においては第一党とはなったものの、都市部では ANC に大敗を喫し、以後同等の体調傾向は鮮明となった。2004年の総選挙後にインカタは連立を解消し、ブテレジも内省を辞任した。2019年1月20日、ブテレジは インカタ自由党の次期党主選に出馬しないことを表明し、党は第35回全国総会において彼の後継者としてバレンコシーにクラビッサを選出した。ありがとうございます。